円は日本国の法定通貨の通貨単位。通貨記号は円 ISO4217 による通貨コードは日本円。旧自体では窓かローマ字では円と表記されしばしば日本円とも言う。アメリカ合衆国ドル及びユーロとともに世界三大通貨を構成する。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により、 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は1円の整数倍とする。と定められている。日本の通貨単位である円は明治4年5月10日に制定された進化条例で定められたものである。当時の表記は旧事態の窓化であった。貨幣法施行により貨幣条例は廃止されたが、通貨単位としての円は受け継がれ、現在の通貨の単位及び 貨幣の発行等に関する法律に受け継がれている。外国為替市場や為替レートなど、日本以外の通貨との関わりの深い分野では、日本円という表記や故障がよく用いられ、国際通貨や特別引き出権の一つである。長らく、日本においての未法定通貨とされていたが、2014年1月より2019年6月までは、 ジンバブエの法定通貨の一つに加えられ、この期間、日本円を法定通貨とする国は2カ国となっていた。なお、ジンバブエでは、日本円の他に米ドル、ユーロ、エーボンド、南アフリカランド、ボツワナプラ、中国人民元、インドルピーゴードルも法定通貨として導入されていた。2019年6月に、暫定通貨、RTGS ドルが、 唯一の法定通貨と指定され、これらの外貨を法定通貨とすることが禁じられた。円という単位名は中国に由来する。中国では銀は鋳造せずに塊で表涼貨幣として扱われたが、18世紀頃からスペインとそれ以上にその植民地であったメキシコから銀の鋳造貨幣が流入した。これらはその形から銀円と呼ばれた。後に、 イギリスの香港造幣局が香港一円と刻印したドル銀貨を発行したのはこの流れからである。銀円はその名と,ともに日本にも流入し、日本もこれを真似て通貨単位を円と改めた。1870年、日本は香港ドル銀貨と同比に同僚の銀貨を本位貨幣とする銀本位制を採用すると決定したが直後に伊藤博文が 当時の国際情勢を鑑みて、急遽、近本位制に変更することを兼議した。明治政府が、貨幣の形状から、円と名付けたとする説は、続説である。現在のローマ字表記が、EN ではなく、円と書かれるようになった決定的な要因は、幕末から明治にかけての英米人が、円と綴り、それが国際化したことと考えられる。 そこに至るまでの語詞はやや複雑である。歴史的かな遣いは、縁であるが、16世紀頃の日本では、発音上は、えも、えも区別なく、樹と発音されていた。この時代のキリシタン文献には、え、えが、どちらも、家と綴られている。英国人宣教師 WH メドハーストは、日本を訪れたことも日本人に会ったこともなかったが、ジャカルタで、 オランダ時点や日本を訪れたことのある人々の情報をもとに、英和は英語に表した。この語集には、イと、イエが混在しており、例えば冒頭のカナイチランを見ると、え、えに、イイ、いの両方が当てられている。19世紀後半に来日したアメリカ人宣教師 JC ヘボンは、先行する時点、語集などを参考にしながら、 史上初の本格的な絵は和絵辞典である和絵語臨修生を表した。この辞典はメドハーストの表記に習い、円以外にも絵で始まる単語はすべていえと綴られている。しかし一部地域を除いて、この時代には十音はいい音へと移行しており、ヘボンは綴りを実際の音に近づけるため、第三版に至って円と各助詞の平貝、え、 絵をすべて E で表記することにした。イエンの綴りを改めなかったのは、これがすでに定着していたからだと考えられる。また、他の言葉の語と混同されにくい利便性も指摘される。外国語では綴りに惹かれて、イエン、JN といった具合に Y を発音する。補助単位としては、が規定されるが、ゼニ及び臨単位のすべての効果。 紙幣は1953年末に、小額通貨の整理及び、支払い金の波数計算に関する法律によって、小額通貨が整理された際に使用、流通禁止措置が取られた。現在、千や、林の単位は、通貨の単位及び、貨幣の発行等に関する法律によって、1円未満の金額の計算単位と定められており、為替や株式の取引、 小学物品の単価見積もりで単位としての銭が便宜的に使用されるに過ぎない。ただし、電子マネーやプリペイドカードに限り、一部の取引で少数点、第2位まで0.01円単位での取引が認められている。なお、円にはいくつか種類があり、第2次世界大戦終戦までは、内地で流通した日本円のほか、外地通貨である台湾円や朝鮮円も存在した。 また、満州国の通貨も、マドカと称しており、1935年9月以降は、日本円と完全に等下で通用していた。中華人民共和国の通貨単位である、元の正式名称は、である。かつて、円の画数が多いという理由で、その代わりに、同音の、元が当てられ、今日に至る。韓国、北朝鮮の、ウォンも、マドカの朝鮮語読みである。 香港特別行政区の香港ドルや、マカオ特別行政区のマカオパタカ、中華民国のニュータイワンドルも、区内、国内での名称は、元、ないし、マドカであるほか、モンゴルの通貨単位であるトゥグルクもモンゴル語で、マドカと同義である。すなわち、これら東アジアの諸通貨は、みな本質的には、マドカという名称を共有していると言える。同様に、通貨記号、 円も、日本の円と中国の人民円で共有している。なお、中国語では、日本円を、日円、日元、米ドルを、日元、ユーロを、大元というように、国、地域名を冠して、そこで用いられる通貨を指す用法も派生した。現在も、継続的に発行されているものは、高価6種類、紙幣4種類である。現在発行されていない旧紙幣、 旧効果については、日本銀行券、日本の効貨を参照のこと。旧国立銀行券一円田道将軍と、平成明治初期に作られていた20円金貨新20円、金貨明治30年明治維新によって、江戸幕府が崩壊し、新たに明治政府が誕生したものの、通貨制度は未だ、江戸幕府のものを引き継いでおり、さらに新時の混乱によって、経済の混乱が起きていた。 また、かねてからの江戸幕府の財政難は改善されておらず、むしろ悪化の一途をたどり、幕末期には破綻寸前にまで陥っていた。通貨制度も複雑なもので、東日本の金と西日本の銀の統一すらなされておらず、さらに金銀期間の差によって幕末に大量の金が海外に流出していたこともあり、これらの財政難と通貨問題の解消のために、 近代的な通貨制度の確立は急務となっていた。1871年に明治政府は進化条例を制定し、貨幣の基本単位に円を用いることを決定した。この時、通貨に重心法を用い、補助単位として税に及び輪を用いることが定められる。もに、純金百ミリグラムを一円とする、金本位制の導入が心を見られ、二十円、十円、五円、 2円、1円の日本初の洋式本位金貨が中造発行された。この両目は、米国訪問中の伊藤博文が権限したものであり、当時の国際貨幣制度確立案として、米国会に提案中だった1ドル金貨の金順分とほぼ等しい。また、当時明治政府が中造し流通していた、明治2分半2枚の純金及び純銀含有料の、 合計の実質価値に禁じでもあり、新旧物価が1両イコール1円として連結し、物価体系の移行に難が少ないとして採用された。しかし輸入増加、西南戦争や日清戦争等による俯瞰紙幣、銀行券の乱発、金流出等により実際には金本位制は機能しなくなり、事実上銀本位制のままだった。これは当時発行されていた日本銀行券が、 本位金貨が存在したのにもかかわらず、打貫銀券であったことでも頷ける。その後、日清戦争の賠償金として受け取った金を、打貫準備銃刀の成果として、1897年に貨幣法が制定され、第二次金本位制度が確立し、ようやく紙幣の金打貫が実現した。ただし、この時定められた1円の金平価は750ミリグラムと半減し、 しかも打艦準備重当成果は英国に置いたままの在外成果の形で運用された。これに伴い1871年から発行された最初の本位金貨はこの時から額面の2倍の通用力を有すこととなった。一方進化兵法による本位金貨は20円、10円、5円のみとなり1円金貨は発行されなかった。これらの本位金貨は 第二次世界大戦後も廃止されず、1988年4月1日に通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律が施行されるまで、名目上は現行通貨であった。この金打艦は1917年まで継続されたが、第一次世界大戦が勃発すると各国が金融出を禁止し、日本もこれに追随する形で金本位制を停止して、 これにより金融室は禁止され、打艦も停止された。第一次世界大戦が終結すると、いち早く金融室を解禁したアメリカを皮切りに、主要国は次々と金融室を解禁し、1928年にフランスが金融室を解禁すると、列強のうち金融室を解禁していない国は日本だけとなった。このため、1930年1月に、 金の輸出を自由化して、金本位制度を復活させる措置が取られたが、当時は1929年10月24日に、発生したウォール街の株価の大暴落によって、世界経済が大混乱に陥っており、この金解禁は、日本経済にも大混乱をもたらした。このため、解禁から2年も経たない1931年12月には、金融出、金座感が、 再び禁止となり、日本の金本位制は崩壊、その後は管理通貨制度に移行した。第二次世界大戦後は、生産設備の壊滅、賠償引き当て、経済統制の主観、不作、占領経費の円立て支払いなどの理由により、インフレーションが進行、新円切り替えに至る。第二次世界大戦後の IMF 体制下では、米ドルを介した金為替本位制により、 1>, 1円の金平価は2 4 6 8 5ラムとなった。この価格は1ドルの金平価1、35トロイオンスを当時のタイドル円が合わせ相場である1ドルイコール360円で割って算出されたものである。米ドルを基軸通貨とする体制はこれまでの金、本位制に対し、俗にドル本位制と呼ばれる。このドル固定相場制に基づく金為本位制は、 世界的な経済の安定をもたらしたが、この体制そのものが第二次世界大戦中のアメリカ経済の比重が非常に高まった時期のものであり、ヨーロッパや日本が復興を遂げるとともに通貨のバランスが変動して、1960年代以降はアメリカからのドルの流出が続き、ドルの地位低下が深刻なものとなった。 このブレトン・ウッズ体制は1971年8月15日のニクソンショックによりアメリカがドルの金打感を停止したことで崩壊した。その後、固定相場制への復帰が試みられ、同年12月18日にはスミソニアン協定が IMF の10カ国グループの間で結ばれた。この協定において日本は経済成長を反映し、 それまでの1ドルイコール360円から大幅に切り上げした1ドルイコール308円に決定した。しかしその後もドルの下落は止まらず、イギリスをはじめとして各国が次々とスミソニアン体制から脱退して変動相場制へと移行。日本もこれを維持しきれずに1973年2月には変動相場制に移行した。日本円の実行為替レートの 変遷変動相場制への移行後、上下を続けた、円相場は1970年代以末に、アメリカのインフレ対策への失望から急速に、円高へ進んだ。ポール・ボルカー FRB 議長により、新金融調節方式が採用されると、ドルの金利は、急速に上昇し、合わせて、円相場は円安へ向かった。1985年、高すぎる。 ドル相場の安定的是正を目指して、プラザ合意が行われると、円相場は1年で2倍の円高となった。バブル経済期に一時的な円安を迎えた後、1995年にかけて円高が進み1ドルイコール70円台後半まで円高が進んだ。1990年代後半には、強いドル政策と日本の金融危機により、円安が進行。以後、 緩やかに円高に向かう。現在はハードカレンシーの一つ、かつアメリカドル、ユーロと並び世界三大通貨として国際的に認知され、信用されている。円の特徴としては、日本が形状黒字国であること、物価上昇率が低いこと、低金利であることが挙げられる。市場のボラティリティが低い状況下では、低金利の円を借り入れて、 通貨ににに投資すするるる動きがが活性化するため緩やかに円安が進む傾向にある一方、ボラティリティの上昇局面には、こうした投資の巻き戻しに加えて、形状黒字、低い物価上昇率といった要因が意識されるため、円高が急速に進む傾向にある。円高と円安のリスクのどちらが、より大きいかを示す指標である、リスクリバーサルは、 過去10年以上にわたりほぼ一貫して、円高リスクの方が大きいことを示唆している。2000年代中盤にかけての世界的な低ボラティリティ、環境下では、低金利の円は減価を続けた。米ドルと米ドル以外の主要国通貨も含めた通貨の、国際的な購買力を示す、実質実効為替レートで見ると、2007年には、プラザ合意以前の円安水準へと逆戻りし、 円はもはやローカル通貨でしかないという評価もされた。円に対する、こうした評価は、円に対する、先安感を助長し、戦術した円キャリー取引を加速させた。しかし、2008年にかけて、金融危機が深刻化する中で円のドッポ高が進行しており、過度の円安期待が歪んだものであったことを示唆している。円の流通行は2015年9月現在において、 現金ベースで96兆377億円であり、このうち日本銀行が発行する紙幣が91兆3980億円、財務省が発行する効果が4兆6397億円である。円の通貨流通効とは現金の総額と捉えることもできる。紙幣は国立印刷局が印刷、製造しており、製品そのものは 市中に出回っている紙幣以外に日本銀行の金庫内にも保管されており必要に応じて発行される個人や企業への支払いに使う紙幣を調達するために金融機関が日本銀行に保有している当座預金から資金を引き出して日本銀行の窓口で紙幣を受け取ることによって日本銀行券は発行される日銀当座預金を含むマネタリーベースでの 合計額は332兆1941億円である。経済活動に使われる資金としての円は、現金以外にも銀行に、個人や企業が保有している、当座預金や普通預金などほとんど現金と同様に、日々の取引の決済に利用できる資金などもある。日本では、金融機関以外の民間企業、個人や地方公共団体などが保有している現金に、 当座預金、普通預金、定期性預金などを加え、さらに CD を加えた M2CD が、市中にある円資金の流通量の指標として使われることが多い。米ドル円、ドル円スポットレート、日本標準時17時時点、月中平均日本円は、世界中の国で外貨準備として用いられており、2018年では、第3位の通貨である。外貨準備における、 主要通貨の比率の推移、ありがとうございます。